はい、皆さん、こんにちは。渡辺です、えー。本日は線形部分空間についてお話をしたいと思います。まず最初にですね、ここに写っている、えー、右の図をご覧ください。これはですね、XYZ 空間上の、えー、平面を表しています。この P というのが原点0を通るような平面です。えー、このような平面 P を考えましょう。 でこの時に、この P は次のような性質を満たします。下のクレームというところをご覧ください。XY をですね、A、P の2のベクトルとしましょう。さらに A というのを R の2の弦とします。でこの時に、2の XY に対して X、X プラス Y と、あと A 倍の X というこの2つのベクトルがそれぞれ P に含まれると。まあ、このような性質を満たしています。 はい、ここでは、えー、証明は行いませんけれども、えー、問いの5.1.10としまして、各自このクレームを、まああの、予約のある方は示してみてください。まあ、例えばですね、えー、P というのは、XYZ 空間上の平面ですので、XYZ に関する一次式で、えー、記述することができます。でさらに、原点 O を通るということですから、えー まあそのどの表に書けるかというあの形が決まりますよね。まあ、すなわち、ax プラス by プラス cz イコールゼロという形で書けるということがわかります。でまあ、その記述を例えば用いて、xy というのをさらにその平面から取ってきて、もに二次数を取ってきてまして、A、x プラス y と ax がそれぞれ p に入るということを証明することができます。 はいまあ、とにかくです、ねえー、原点 O を取るような平面というのは、このような、ここのクレームというところにあるような性質を満たしますよというわけです。で、このクレームによって、R3 のベクトルの和とスカラー倍というものがありますが、えー、その和とスカラー倍によって、P の弦の和とスカラー倍が自然に定まります。すなわち、ここのクレームにあるように P か、P から22弦。 xy というのを取ってきて、r から実数 a を2に取ってきたとしても、その p の2つのベクトル xy に対して x プラス y というのが p に再び入るということは、これは r3 の和から p に和が誘導されているということですね。で、さらには2の実数 a とあと2のベクトル x、p に含まれる x ですね。まあ、これらに関して、a 倍の x が再び p に入るというのは、 R3 のスカラー倍が P のスカラー倍を誘導しているというわけです。ですので、P にも、集合 P にもワトスカラー倍が自然に定まっているよということが分かります。でさらに、このワトスカラー倍に関して、P というのは線形空間になるということが確認することができます。ですので、この2つ、ここのクレームの条件を満たすならば、 えー、線形空間になるということとが分かるというわけですでこのことを踏まえまして、えー、線形空間の部分空間というのを次のように定義しましょう。あのえー、と先ほどリニアスペースとか言っていましたが、ここでベクタースペースと、まあ、両方とも同じ意味ですあの。今後も混在し、両方ともところどころ記述を変えることになると思いますが、えー、5.1.11ですね、V をベクトル空間、形状のベクトル空間としましょう。 まあ線形空間といっても構いません。K というのは今までと同様、実数全体のナッシュ集合か、複素数全体のナッシュ集合です。まあこのような、えー、線形空間、内イベクトル空間の部分集合、W というのを考えましょう。ここちゃんと書かれていませんが、これ W というのは V の部分集合です。すいません。これちゃんと書くべきですね、本来は。えっ、ー、と、ここを、これはこうですね。はい。 こういうものです。つまり、W は V の部分集合だとして、その時に W が V の部分空間、内視線形部分空間というのは何かと、英語ではサブスペースなどと言います。リニアサブスペースとか、ベクターサブスペースとかと呼びます。今後はサブスペースと簡単に言うことが多いと思いますが、それは何かというと、条件3つあります。まあ、サブスペースの S を取って S、S1,S2,S3 と名付けましょう。まず1つ目、これ、忘れがちなんですけれども、W は空でないという条件が必要です。 集合ととして空でないと何かしら弦が含まれますよというのが S の1ですね。S の2ですけれども、先ほどのクレームにあった条件の一つです。xy っていう w からベクトルを取ってくると x、x プラス y が w に含まれる。この足し算はどこで和を取っているかというと、v にそもそも和が入っていますね。v は線形空間ですから、和とスカラ倍というのが定まっています。で、xy は w の弦と言っていますが、w は v の 部分集合ですから、えー、V の弦として見ることによって和を定めることができますが定まってますね。で、その V の弦として和を取ったものが X、X プラス Y が W に入っているというのが S2 です。で、3番目 S3 ですけれども、こちらもですね、スカラー倍も V で定義されていますので、W の弦に対してもスカラー倍定義することができますできますよというのが3番目で、つまり、えー、V の弦としてスカラー倍取ったら、 えー、A 倍の X というのは、もちろん V の源ではあるんだけれども、それがちゃんと W に入っているよというのが3番目の条件ですで。この3つの条件を満たすような V の部分集合 W のことを線形部分空間と呼びましょうというわけですね。これが定義です。必ずあの頭に入れてください。はい、でじゃあ、このサブスペースというのは何が嬉しいかというと、先ほどのクレームの後にも言っていましたけれども、 えっと、R3 の原点を通る平面を考えたときに、そいつ自身も、えー、ベクトル空間になるよという話をしましたが、それと同様にですね、えー、ここではより一般に V というベクトル空間に対してそのサブスペース W を考えれば、W がベクトル空間になるということが分かるというのが5.1.12です。まあ、このことを証明してみましょう、えー。W をですね、V のサブスペースとします。そうすると、あ、ここ。 すいません。これ直したつもりは直っていますので、ね、これ、条件2と3っていうのは、これが S の、えー、すいません。S の2っていうのと、こっちら2番ですね。ちょっと書きづらいので、これ、2と3ですね。S の2と3ということです。これらによって、W に渡すカラー倍が定まります。S の2と3というのは、つい先ほどのここですね。これです。こいつとこいつですね。そうすると、えっ、ー、と、S の2っていうのは、 W に和が入る、和の構造が入りますよということを言っていて、S の3はスカラー倍が V から V の制限によって W にスカラー倍が入るということを意味しています。そこで、この条件によって W にも和とスカラー倍が定まるということが分かりますね。条件 S1 というのがありました。S1 って何かっていうと、W は空でないという話だったので、何かしらここにあるように何かしらの弦が存在します。 で、えっと、そうしますと S3 によって、えっと、スカラー倍この S0 を X0 を、まあ、スカラー倍してあげたものも再び W に入るということなんですが、うん、え前回の動画であった0ベクトルっていうのは、まあ、ど,どんなベクトルも、えー、0倍ロでスカラー倍してあげると0ベクトルになるというこ,ここがありましたこれあの前回のプロップ5.1.10ですでこれに注意すると 0、えっと、ベクトルってのはこう書け,けるんだけれども、えっと、今言った通りえっり、と、S の3っていう条件はダブルに含まれているこの弦をスカラー倍しても再びダブルに入るのでダブルの弦であると。すなわちこれは何を言っているかっていうと結局0、えっと、ベクトルというのがダブルに必ず含まれているということを意味しているわけですね。 でまたですね、条件 S3 によって、2位、e、の W の弦 X に対して、マイナス X、X の下法逆弦が W に含まれると。これはどういうことかっていうと、マイナス X っていうのは、これ書き換えるとですね、実はマイナス1倍、X っていうベクトルをマイナス1スカラー倍したものと等しくなります。えっ、ー、と、ここ、なぜと書いてますが、これ皆さんご自身で考えてください。一応ですね、 マイナス X というのは X の下法逆弦として定義されています。こっちは X っていうベクトルのマイナス1スカラー倍しているということで、ものとしては定義の仕方が違うわけですね。まあ、で,でも、それらが一致するという意味ですあの。なぜ一致するかっていうのをご自身で考えてください。まあ、結果としてこれを認めると、これ一致しますので,で、さらに X っていうのは W の弦で、W の弦をスカラー倍しても、 再び W に入るというのが s んの条件でしたから、ここが入るというわけですね。はい。ということで、まずこれで分かったことは、W には、えー、と0弦が存在して、0弦、まあ、V の0弦が含まれている。で、さらには、W には、えー、X の加法逆弦が必ず入っているということが分かりました。 で、ちょっとここちっちゃいんですけれども、えー、ベクトル空間っていうのの定義っていうのはこの ls1 から ls8 が成り立つという話でした。例えばですね、この ls1 を見てください。そうすると、えー、これ結合法則っていうやつで、v の2の弦に対して X y Z に、xyz っていうベクトルに対して、まあ、この2つが、この左辺と右辺が一致するという話でしたね。なんですけれども、 今、W というのは V の部分集合です。ですから、W から2に XYZ というベクトルを取ってくれば、それはもちろん V の源でもあるわけですよねで。そうしますと、V でこの等式が成り立つと言ってるんだから、もちろん W の源は V の源なわけだから、同様にこれが成り立つわけです。で、例えば2番目、LS2 というのを考えると、ある0ベクトルというのが存在して次を満たすというわけですが、今、あの先ほど書 えっと、チェックしたことによって、ここでですね、0ベクトルっていうのは、W にも入ってるんだということが分かりました。で、この0ベクトルっていうのは、V の0ベクトルであるというわけですから、えー、この性質を満たします。で、ここの X っていうのは、V の2の弦としてるわけですが、もちろん、W の2の弦としてあって、それよりも狭い範囲ですから、もちろんこれが同様になり立ちます。ということは、W の弦に対する、 0っていうのは W の下方単位元でもあるということが分かります。で、LS3 ですが、まあ、これもですね、先ほど見た通り、W の元であれば、マイナス倍の X、マイナス X も W に入るということが分かっていたので、LS3 も成り立ちます。で、例えば LS4 なんかも、これは V で成り立つってことはより狭い、W ではもちろんこれ成り立ちますよね。なんていう形で、えっと、 W の方が V の部分集合であって、かつ演算がですね、V の演算からワトスカラー倍が誘導されていますので、LS4 から LS8 についても同様になりだすというわけです。ということで、すべての、えー、LS1 から8までが満たされるので、W が、えー、線形空間であるということが従うというわけですね。 はい、というわけで、えー、とこのプロポジション5.1.12を確認することができました。で、えーとまあ、じゃあなぜですね、その W の定義を S から、えー、と和とスカラーの条件で定義しましたね。この,この LS、まあ、特に S2 と S3 の条件で定義しているようなものですよね。まあ、もちろん空でないという条件もありますが、この2つが特に大切なわけです。 でなんでこれを部分空間というふうに呼ぶかというわけですよね。でちなみにこの S2 っていうのは W の2つの弦を足してまた W に入るっていうのをこれ W が、えー、V の、えー、和に関して閉じている和に関して閉じているという呼び方をします。で S3 の方はスカラーに関して W が閉じているというふうに言ったりします。 ですから、部分空間というのは、ワトスカラーに関して閉じているような空でない集合のことを、まあ、そのように部分空間と呼ぶというわけですが、まあ、なぜこのように定義するかということです。で今後ですね、あのー、いろいろですね、群論、観論、対論とかって習っていくと思いますが、まあ、そこでも群が出てきたら部分群が出てきて、官が出てきたら部分官が出てきて、対が出てきて、 たら部分がが出てきててきとかっていうのがあるんですねでそれいちいち覚えるのが大変だとか思うかもしれませんが実はそのフィロソフィーを全部一緒で全部ですね一つの言葉で言い表すことができますでまあそれについては、えー、この動画の最後に簡単に説明したいと思いますなぜ部分空間を先ほどのように定義するのかというのはこのあと、えー、最後の方で説明したいと思いますはい でえっと、今のですね5112の証明から分かるように、W が V の部分空間であるこの定義の条件 S1 っていうのは、条件 S3 のもと、次と同値であると。つまり、5112の証明の中で求めましたよね。えっと、必ず W っていうのは、えー、0ベクトルを含むという、まあ、そういう性質があります。ですから、えっと、S1 という条件は W が空でないという話でしたが、そこをですね、 W が0ベクトルを含むという条件で置き換えてあげても良いというわけです。というのは、S1 から S3 が成り立てば、この S1 プライムが導かれますし、逆に S2、S3 と S1 プライムが成り立てば、S1 プライムっていうのは W が空でないことを意味しますから、もちろん S1 を導きますね。ですので、S1 をこの S1 プライムで置き換えてあげても良いです。 でとにかく大切なのはサブスペース。例えば、えっ、ー、と、演習問題なんかで、えー、以下の部分集合のうち、サブスペースはどれか選べなんていう問題がよく出ますけれども、まあ、その時にですね、そもそもサブスペースっていうのは必ず、このゼロベクトルを含まなければいけないので、えっ、ー、と、ゼロベクトルを含んでないようなものっていうのはもう除外できるわけですね。そういうものはサブスペースでないというわけです。 でじゃあ、先ほどやっていた R3 のサブスペース、どういうものがあるかっていうのをちょっと考えましょう。そうすると、ゼロを含むようなもので、まあ、線形空間っていうのはだいたいですね、えーと、和に関して閉じる2つの弦を取ってくると、それの和,和を取ったらまた、えー、その集合に含まれて、さらにどんなスカラバエをしてもまた含まれるという話でした。で、まあ、それっていうのは、線形というぐらいで、これ、直線的なもの。 ばかりです、すここで例を 4, 4種類挙げますと、例えば R3 の0ベクトル1点からなるような集合を考えると、これはあのサブスペースになっています。ご自身で確認してください。またですね、先ほどやったような0を通る平面もそうですし、0を通る直線なんかも、えー、サブスペースになります。でもちろん R3 自身も R3 のサブスペースとみなすことができます。 で、実はですね、R3 のサブスペース、部分空間っていうのは以上で尽くされます。これしかありません。で、まあな、なぜかというのはここではやりませんけれども、まあ、こういうことを証明することができます。で、線形部分空間っていうのはなんかこう出てきたわけですけれども、まあ、なぜ大切かっていうのは、まあ、一つはですね、次のような例。 をまあ上げると分かるかととかか思いますけれども前期に線形代数というのは連立一時方程式をシステマチックに解くんだと、それの解き方をやりますよみたいなまあ一つの側面でしかないんですけれども、そういう話をしました。で、特にですね連立同時一時式を考えると、実はそれの階,階空間というんですかね、階全体というのはサブスペースをなすということが簡単に分かります。 えっと、a っていうのをですね、これ m, s m a l mn r に対しと書いてますが、これは m かけ、実,実係数の、えー、m かけ n 行列だとしましょうということです。a を m かけ n 行列だとしまして、えー、a を左からベクトル x にかけると。そうすると0ベクトルになるような、まあこういうような x 全体のナッシュを w と書きましょう。で、これ何かっていうと、これ言い換えれば、a を係数行列として持つような、えー、n 変数、 の、えー、連立同時一次式でだというわけですね、これは連立同時一次式をここは表しています。で、えー、とこれがイコール0になるっていうんだから、まあまあそういうものっていうことは、それは結局解全体のナッシュ合だということですが、これはですね、簡単に分かるとおり RN のサブスペースになります。 つまりこれはだから連立同時一時式の解全体が RN のサブスペースになるということで、まあ、こういうところからですね前半あの前期にやっていた話なんかとつながってきます。でサブスペースになるっていうのは簡単に分かるんですけれども、まあ、ここでちょっと確認をしておきましょう。 まず、えっと、この w の定義からですね、もちろんどんな行列 a に対しても、ここ、ゼ、え、ロ、ー、ベクトルをかけてあげれば、これ、ゼロベクトルになりますね。ですから、えー、w がロじゃない、空でないということで、s1 という条件がここが成り立ちます。でさらに、s2 の条件ですけれども、s2 って何だったかっていうと、w から2に2つ、えー、ベクトル取ってきて、それらを足したものが再び w に入りますかということです。 でそれを確認するために、xy が w に含まれるというのを条件を書くと、これは ax と ay が0になるということですね。で、この時にですね、えー、a のカッ x プラス y というのをこれを考えましょう。そうすると、これは、えー、と分配法則によって ax プラス ay になります。一方で ax と ay はここでやった通り、それぞれ0になるという話でしたから、これ0足す0で0ですね。 はい、ということで、これは何を意味しているかというと、xy を w から取ると、x プラス y も w に入ると。なぜならば、w の定義はここにある通り、a をかけて0になるようなもの全体だからというわけですね。で、s3 に関しても同様ですので、これに関しては皆さんご自身でやってみてください。というわけで、s1 から s3 が成り立つので、この w という連立同時一時式の解全体のナッシュ集合というのは、Rn のサブスペースになるということが分かるというわけです。 はい、で最後に先ほどちょっと言いましたけれどもなんでじゃあサブスペースっていうのはあの先ほどの S1 から S3 で定義するのかというわけですね。V をベクトル空間、W をここではまだサブスペースとせずに部分集合としまして、W を空でないものとしましょう。その時に、W がサブスペースだっていうのはこの右側のここに書いてあることと実は同値ですね。 それは何かっていうと、V の和とスカラー倍というのが入っていたわけですが、それを W に制限したときに、W の和とスカラー倍が定まります。で、それらによって、W がベクトル空間、まあ、線形空間になると。まあ、そういう条件と同値です。まあ、なぜかというと、まあ、W がサブスペースだとしましょう。そうすると、 この前半ですね、V のワトスカラー倍を W に制限したとき、W のワトスカラー倍が定まりというのが、ここが、えー v、あ W が V のサブスペースだというところと、これは同じことを言っています。で、後半なんですけれども、それらにより W はベクタースペースとなるというのは、先ほどのプロポジションですね。こちらにありました。ここです。サブスペースならベクタースペースというのが5112にあったので、ここにある、ここですね。 ここの後半のここの部分っていうのは先ほどのプロポジションから従います。で逆にもちろんこちらの右側、こちら側ですね。こちら側を例えば、えー、仮定したとしましょう。そうすると、えー、もちろん、えっ、ー、と、この前半部分ですね。ここの2つを除いて残った、ここの今黒線で引かれているここの部分っていうのがこちら側と同じことを言っているので、 ですで何を言いたいかっていうと先ほども言いましたが群論、観論、対論とか例えば台数形のやつっていうのはそもそも台数学っていうのは何か集合に演算が入っています。今の線形代数だと線形空間には和というのとスカラー倍2つの演算が入ってますね。で同様に例えば軍、艦隊でも何かしらの演算が入っています。でその時に その例えば、えー、部分空間とか部分群とか部分間部分体というのは何かというとまず器の部分集合である器というのは今のは V ですね V の部分集合であるというのが W ですで空でない、まあ、そういう条件がついていますが空でない部分集合に対して V に入っている演算をまずに関して W が閉じているという条件があります閉じているというのは今の場合は えー、w の弦2つに取ってきてそれを足し合わせてもまた W に入るよとかスカラー倍してもまた W に入るよというその2つの条件がありましたねそういうふうにまず演算がに関して W が閉じているとでさらにその演算まあそれによって演算が入るわけですけれども W にその演算によって W が再び V と同じ 台数構造を持つすなわち今の場合だったら線形空間になる。軍であったら、えー、その部分集合に制限してもその演算が保たれていて、えー、その演算に関して軍になると。その時に部分群と言います。で、管とか体とかでも同様です。ですからこのように、まあ、あの V に入っている演算をダブルに制限して、えー、そいつが器と同じ代数構造を持つ時に 部分なんとかととか呼ぶというわけですねですから、なんか先ほどの S1 から S3 という条件ありました、あれがななんかなんでああいうふうに定義するのかと思うかもしれませんが、大元はここにあるわけです。これの必要なところだけ、えー、取って定義したのが先ほどの定義ですね。はいまだ軍とか艦とか胎なんていうのはあの1年生の時点ではやりませんけれども、まあ、今後ですね、あのー、結局同じようなあのものが。 いろいろ出てきますので頭の隅に置いておいてもらえればなと思います。はい。というわけで、えー、本日は、えー、部分空間についてお話をしました。というわけでこの動画はここまでにしたいと思います。